小山駅西口を出る、大、バスままた線、羽川線上東中区基線小山市、コミュニティバス、大バスは、栃木県小山市が委託、運営する、コミュニティバスである。委託先は、小山中央観光バス、ともタクシー、大選タクシー、関東自動車の4社である。段階的に路線の再編が行われ、現在は、市街地とその周辺が、路線バス。 それ以外の地区はデマンド方式の運行形態になっている。この記事では2019年3月より運行を開始した野木町、栃木市内を運行区間に含む広域公営バス、渡らせラインについても扱う。なお、関東自動車が運行する小山駅東口発着の2路線は、同社が自主運行する一般路線であるが、登場する。 回数券と全線定期券をバス乗るかの共通利用開始以降は、小山市公式サイトでは特に明記されておらず、案内上は、この2路線も、をバスの扱いとなっている。主要経由地の太地は、奇襲点となる便がある停留所を示す。ハガワ友井ともいタクシーが受託ハガワ小学校経由は朝夕、総市民交流センター経由は昼間帯に運行。 ママタ線ともいタクシーが、受託高岳仙台線タクシーが、受託上等中区汽船土等、平成通り仙台線タクシーが受託大谷中央線、大仙タクシーが受託重井川駅線、小山中央観光バスが、受託道の駅線小山中央観光バスが受託、新市民病院線ともいタクシーが、受託ママタ東西線小山中央観光バスが、 受託ハーベストは奥線小山中央観光バスが、受託小山駅東口循環線駅南町2丁目、経由は、朝の2便のみほかは朝日小学校前経由。関東自動車の自主運行路線小山駅東口、新市民病院循環線関東自動車の自主運行路線渡らせライン、大選タクシーが、受託2019年2月に、 小山市と栃木市の共同発表で相互のコミュニティバスの乗り入れが発表され、そのうちの一つとして、栃木市ふれあいバスの部屋線と路線を新設する渡らせラインを渡らせ遊水地北辺の堤防上にある栃木市の部屋南部桜津住公園で接続する計画が明らかにされた。3月13日より運行が開始され、同日には、 部屋南部桜堤公園にて記念式典が行われた。2019年3月の運行開始時点で1日、4往復のダイヤとなっている。大選タクシーが全エリアを受託。ありがとうございます。